カンナ科は、単子葉植物のトガで、生姜木に属する。単毒科とも呼ぶ。カンナ属だけからなる、一ト型科で、野生種は、熱帯地方に50種以上ある。品種改良されて、園芸植物として利用されるカンナが有名である。その他に、カンナの原種といわれる単毒、食用種の食用カンナなどがある。花カンナは本来は、出根草だが、 大きな根茎を分欠して増やせるため、春植え球根として扱われている。楕円形の葉は非常に大きい。夏から秋にかけて開花し、赤、黄色、ピンク、白、黄色に赤の絞りや赤の水玉模様のある花を開く。花びらのように見える部分は、6本あるおしべのうちの5本で、残りの1本だけがおしべとして機能する。草丈が2メートル近い構成種と、 一メートルくらいのワセイ種があり、どちらも花壇の背景などに使われていた。1990年代にタキー種苗が未生で作る草丈50センチメートル足らずの極ワセイ種を発売した。この品種はピンク、黄色、赤などがあり、花壇だけでなく、鉢やプランターに植えて楽しめる。弾毒が園芸種の原種であるとされる。食用カンナは根茎を食用に供する。 ありがとうございます。